ロンドン芸術大学は、アート、デザイン、ファッション、コミュニケーション、パフォーミングアーツなど芸術分野を中心とした、英国国立の6カレッジからなる大学。大学、大学院には、英国に限らず、世界100カ国以上の国々から2万4000名に、上る学生が在籍しており、ヨーロッパ最大規模の芸術系大学、大学院の一つである。卒業生からは、 ロンドン芸術大学名誉教授でもあるジミー・チュー、ジョン・ガリアーノ、アレキサンダー・マック・イーン、ステラ・マッカートニー、ジェームズ・ダイソン、テレンス・コンラン、ジャービス・コッカーラ、著名アーティストやデザイナー、クリエイターを多く輩出している。セントラル・セイント、マーティンス・ロンドン芸術大学の中で一番規模が大きく、ファッション、アート、デザイン分野で世界を代表する大学の一つ。ファインアート、 セラミック、ファッション、グラフィック、ジュエリーデザイン、プロダクトデザイン、テキスタイル、シアター等のコースを要する。ロンドンカレッジオブファッションイギリスで唯一のファッション系専門大学。ファッションの制作のほか、ファッションビジネス、マーケティング販売、メディア、プロモーション、ヘアーとメイクアップ、ビューティーセラピーなど、広くファッション領域のコースを抱えている。 チェルシーカレッジオブアーツ芸術大学として、世界の中でも長い歴史を持つ大学で、絵画、彫刻、印刷、メディア、テキスタイル、室内装飾、インテリア建築、ステンドグラス等を自由な組み合わせで履修することができる。2年間で終了できるデザインの大学課程を持つ。キャンバーウェルカレッジオブアーツ芸術やデザインの基礎を、理論と実践の両面から身につける幅広い。 専門的なコースを持つ。銀在庫、彫刻、陶器、グラフィック、美術史、修復等の学部、大学院コース及びファンデーションコースを要する。ロンドンカレッジオブコミュニケーション英国の中でも、トップレベルのコミュニケーションや放送、メディアのための設備を整える、実践的なメディアコミュニケーション系の大学。コースは、基礎レベルから大学院レベルまで幅広く、映画、写真、 印刷、出版、ジャーナリズム、グラフィック、広告、販売などを多彩。現在まで世界の第一線で活躍する多くのプロを送り出している。ウィンブルドンカレッジオブアーツ2006年からロンドン芸術大学のカレッジとなる。ファインアートとシアターの専門家たちの協力を得て、世界中から入学する学生たちが独自の芸術を育んできたカレッジである。 ファインアート学科は、質の高い制作実技や芸術理論などを専門と、するプログラムを提供し、シアター学科は、舞台芸術に関する学部から大学院課程まである。ティムロス・キャンバーウェル・カレッジ・オブ・アーツ・チェルシー・カレッジ・オブ、アーツ・アニッシュ・カップー・ア・セントラル・セント・マーチンズ、ルシアン・フロイド・セントラル・セント・マーチンズ・バイアム。 小美術学校卒業生セントラルセント・マーチンズ、ロンドン演劇学校卒業生、ピアース・ブロスナン・ロンドン・カレッジ・オブ、コミュニケーション・ロンドン・カレッジ・オブ、ファッション・ウィンブルドン・カレッジ・オブ・アーツ・ジェフ・ベック将来、アートやデザインなど、クリエイティブ分野への進学を目指す16歳以上の、英国人及び、世界各国の学生を対象とする世界唯一の、芸術専科の寄宿制インターナショナルスクールで、 2009年、欧州最大の芸術大学である、ロンドン芸術大学の付属校として設立。イスカ卒業生は、名門セントラルセント、マーチンズをはじめとしたロンドン芸術大学を含む、地元英国の大学だけでなく、米国のパーソンズ美術大学やイタリアのマラン号に、学院など、世界の一流芸術大学に進学している。ロンドン芸術大学の日本の公式受付窓口。 1993年から20年以上にわたり、ロンドン芸術大学全カレッジ全コースの相談、入学手続きを行う、相談料、出願料、受験料等無料、事務所は東京都文京区、ロンドン芸術大学のウェブサイト、ありがとうございます。